武田県は神奈川県川崎市高津区出身のバスケットボール選手である。ポジションはガード、フォワード。身長188センチメートル、体重80キログラム、AB 型、左利き、B リーグの横浜 B コルセアーズ所属、国学院久我山高校、青山学院大学を経て東京会場に入社。バスケットボール部に所属し、 ルーキーながら全14試合に先発出場し221得点を記録。2002年に新潟アルビレックスビリビへ移籍。引き続き主力として活躍。2005年新たに発足された福岡レッドファルコンズへ移籍するがシーズン途中で解散したため松下電機へ移籍。2008年リンク栃木ブレックスへ移籍。2014年現役引退。 2015年、デンソーアイリスのコーチに就任。2016年対談、同年横浜 B コルセアーズで現役復帰。2006年には世界選手権に出場する日本代表候補に選ばれたが、最終メンバーからは漏れた。2009年6月8日、東アジアバスケットボール選手権大会日本代表メンバーに選出。背番号は12、10日。 チャイニーズタイペイ戦で日本代表デビュー。出場時間3分14秒、0得点、1ファール。試合は78から66で日本勝利。11日、モンゴル戦に出場し、記念すべき日本代表初得点を記録。出場時間18分00秒、7得点、4アシスト、2リバウンド、3ファール。試合は109から65で、 日本勝利。この勝利により、予選ラウンドグループ B の首位通過を決め、決勝トーナメント準決勝へ進出。13日、アジア選手権出場がかけかった、大一番、中国戦に出場。出場時間5分24秒、0得点。試合は日本が接戦を制し、68から63、で勝利。14日、決勝戦の韓国戦に出場。 出場時間3分50秒に得点2ファール。試合は58から68で日本赤杯。準優勝に終わる。2010年アジア競技大会にも出場。3位決定戦でイランに敗れメダル獲得ならず。2016から17、確かな技術と重ねたキャリア不屈の投資で戦う武田。二2017から18、百戦連磨の つわもの静かな背中がくったまらん。ナンバー25武田家から2018から19。かゆいところに手が届くため息出るような仕事の出来栄えナンバー25武田家2019から20。どんな時にも武田家千代に発生台に武田家。ナンバー25武田家2020から21。今も昔もの山に混じりて、よろずのことに武田家。ありがとうございます。